アンパンマン、星4。悪役怪人が現れて悪さをするような世界で、ヒーロー協会が存在し、その協会に所属して悪役怪人を倒すヒーローたちのシナリオ。主人公の後のハゲマンとはリーマンだった時に悪役怪人に偶然出くわし、そこにいたクソガキを助けるみたいなイベントからヒーローっていいなってことでヒーローになるために、クソ厳しい修行である毎日10キロ走って腕立てとか100回するをしたら、なぜか限界突破してしまい、どんな敵ですらワンパンで沈めることができるワンパンマンとして覚醒する。この漫画のディモールとベネな部分はほぼ一切先のことは考えず、アンパンマンをワンパンマンにしたら面白そうじゃないといった行き当たりばったりのアイデアで染めるのにしっかり整合性を取りつつ、面白いエンタメのイベントを用意するという妄想力の高さ。作画もクソ下手で同人で趣味でずっと書き続けていたら、口コミでどんどん広まって、村田さんに惚れられて作画担当がついた瞬間にクソ激烈に大ヒットしたというネットが普及して、同人としての活動の場ができたからこそ生まれた奇跡の漫画。この漫画からヒーローランクなんちゃらみたいな展開だったり、ジョーカー的なヒーローをメインで使うためのお作法とか、後の漫画に与えた影響が凄まじいんだよね。この漫画は無面ライダーがクソ頑張るあたりのシナリオ作れた時点でもう勝ちを約束された漫画なので、この漫画を持ち込みしても昔だったら絶対メジャーデビューもできなければ大ヒットもできなかったので、この漫画を読んだところで面白さに気づけないと思うし、まずは作画を高めようねってことで一周されちゃうと思うんだよね。そんなクソ激烈の面白い漫画。